あれこいつ、あーどうして知ってんだこの野郎。あグリーン、あーなんかすごい嫌な予感。うんうん、しかし最近の俺がアドバイスやろうと思って、うん、どころこれご褒美。おわあ、ありがとうございます。どんなんだ。うんうん、うんぺ、そうかうわあ、ムカつくけどかっこいい。ちくしょう、あいつ俺かわいいな、ヤドラン。ヤックンかわいいよ。金貯まったしな。なんかまあモンスターボールはいらないか。まだスーパーボールもゲットしたし。さてとポケセンあった。さあポケセン行ってーので、はい、よこそ休ませてください。不思議なのが必死なんです。よし、みんな元気になったか。よかったよかった。残りをお待ちしてますって出ますって。よし、さてと次は、お、課金もないな、要は。さてどうしようか。なんかある。とりあえずでも仕方ないから、もうロインに帰るしかないな。不思議だね、ちょっと先頭に入れて。で、あと、この後は水のジムリーダーだから、ピカチュウあたりにしとくか。ピカチュウを手持ちに入れるから、スピアくんちょっと外れてもらおう。よし、なんでいいな。よし、おおそこで目合うの。見てません。ただ何色のスカートかなってちょっと見ていただきたい。やめなさい。怒ってますね。なんで怒る必要があるんでしょうね。まあ、とりあえず戦おう。タイヤでぶち当てたり。デイト。吸い取るの。うわーい。うわ、HP 回復ってほっとやだね。昔から思うけど。俺行ったらいいと。デーンと。よし。あ、不思議で、レベル5。遅え。まあ、とりあえず、こういう曲に伝えてくれただけだよね。ありがとう。あんな鳴き声はな。駆け出しトレーナー、コーチトレーナー、トレーナー育成するために、いろんな場所に立ちはだかっているコーチの一人さん。なんで、コーチトレーナー自分で言うけど強い。あ、そう。ぜひ勝負してくるような。じゃあ一応、うん、よし行くぞ。あー、テレビもね、ラジオもね、車も最後で走ってんねって。嫌な予感するんだけどさ、これ10だったら笑えねえぞ。うおー、11だ。マジか。不思議ね、確か毒持ってたよな。もうぶち当てるしかねえよな。あー、やめてくれー。急所に当たりやすい技だからな。ほら、とついたれーと。あー、やめてくれーって。無知で叩かれるんだったら俺を叩いて。イーブは叩かないで俺を叩け、この野郎。あー、やめてくれー。蹴ったるわ。頭きたから蹴ったるわ、こら。俺もいっちゃおうって。どうだこれやろ。
豪華今一つでもね、もう倒れる寸前だったかな。わっはっはだ。イエス、レベル12になった。よしよし。あー、今回の MVP のまたつぼみ。やるもんだね、やるもんだ。なんだその目は、なんだその目は、なんだその目はと思って、うん、もっともしないなんて。の強さを与えてプレゼントがあるよ。ありがとう、元気をかけた。ありがてー、一番ありがてー。瀕死、瀕死に使える。お絵描き背後後ろバック、あ、鬼スズメ。いや、鬼スズメいたかもな。よし、体当てぶちかましたろうか。デーンって。あ、終わった。急所当たった。ああ。よし、不思議だね。不思議だね。君はどんどん上がりなさい。負けた、負けたって。なんだ、そのサジオの投げ方は。サジオ投げるんじゃないよ、サジオ。まあ一応戦おうか。はい、こんにちは。構えてきたばかりのポケモン戦わせようかな。おお、お前生意気だな。ミキヤが。ニトラン、オス、オス。ああ、かわいいね。ニトラン、オスもいいね、あの出っ歯感。そしてまたあの、キリッとしたあの顔。これ結構好きよ。つついてきた。出た出た、うん、結構痛い。あの頭についてトゲをこうやってなんか斜め上からこうズスッズスッってやったんか。そうやったら面白いな。だとしても二度浮いたのがちょっと怖いな。かわいいのにね、待って。よし、ボール負けたーって。ていうか1個しかなかったの。スーパーボールもらえんの。あ、ありがてえな。おめえいいやつだな。ピヨン。あ、アーボール、アーボール。アーボール大事よ。あ、しまった。チュー、チー。あう、普通に捕まっちゃった。どちらかというと出てほしかった。なんかワンショットでもそれでいけるんだ。さあ、アーボ。ドガースってどこでゲットしたっけ？今思ったけど。ん？あ、鬼スズメ。スモールサイズ。どうよ。よし。ただまあ鬼スズメだからな、コストがあんまり少ないと思うんだよな。あ、でも43、いいねいいねいいね。よしよしよし。あー、でもちょっと待って、あと少し、あと少し、トランセとコクン、あと少し。楽しみなんだよこの進化ってもが。ピカチュウと、ディンディンって。鬼スズメ。てか、ポケモンボックス常に持ち歩けるっていいね。おーな。押しません。押してません。横にいるだけです。文句ありますか？ありますね。すいませんでした。はい。さあ、ニトラメス。悪くないんだよな。クイーンになっても、キングになっても。俺思ったんだけどさ、二度キングと二度クイーンね、一緒がいいんだよな。でもな、月の石ってさ、数限られるんだよ。あれ尻尾なんだ。甘いのキュンにちょっとね。ていうかやばい、ロイの体力やばかった、忘れた。よし、
32は経験値。おお、国もあと1。もう終わりです。なんだその手、なんだその顔。ていうかこんなにポン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 、あっとっとっと、ちょっと待てーと。あー、虫寄せコロン大事。ちょっとね、手持ちのポケモンで不思議だね。くんちょっとボルカ出してみようか。おお、えいらっしゃい、不思議だね。ちょっとちょっと目ん玉ぐらい合わせんかい。短パン小僧がほらドーン投げてきて、よし、ロイっといて。電光石火痛いつこの野郎って、あ持ってた以上に結構ダメージ与えた。あ、もう終わり、いけると思ったのに、 6と12で、よ、いけると思ったな。あ、とこの虫ということも、お、なんだ、どうした、茂みの中に何か見つけた。お、ゼリーの実ありがてえ。さあ、あとはこいつだけか。早速いい心がけだ小僧。虫と少年ひろゆき、コクン、よし、ロイってこいって。さあ、コクンに答えを見せてやり、と体当たりという恐ろしさを、デーン、耐えた。さらに硬くなった。硬くなると表現おもろ。一回炭になるんやな。じゃあ蹴ったるか。よしって。今一つでもね、もうね、終わりだから。あ、8になった。早いね、なんか不思議なのって。不思議だね、そんな早かったんだ。おー、びっくりした。鬼スズメに鬼さぁ、なんだったっけ。あ、元気をかけよう、それ大事。ピッピかプリいなかったっけ。いないか、こらったぐらいか。ちょっと一旦ね、またお前、その前にちょっとアイテム穴抜け紐、これ大事。いざ迷ってっていうか、 EV がね、瀕死になった時はすぐ戻れるようにしないと。はい、お姉さん、ちょっとお願いします。いい、ペッ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 、いいね、ありがとうございます。どれどれ、やったーって言ってるのに、ちょっと次の見てもあげるか。これじゃあ、俺本当に壊れそうだ。さあ、一回レポート取って、ちょっと一旦休憩しようか。あ、それ13匹ゲットしてんだ。早いもんだね。よし、一旦昼食取るか。